大変な。これまでの国民の生活が第一に購入している候補以外にも新たに結構擁立できる見通しですか？そうですね、全体集計してどうなるか分かりませんけど、私のところにも立候補したいという新人と、あるいは他政党の方から政策がこちらの方が合うという希望もあります。最後集計したらどこまでいくか分かりませんけど、市は3000円、市はどうでしょうね、出したらいいんじゃないですか。まだ個別選挙区の事情は私も全然ごめんなさい、長野はどうですか？え、長野も全然わかんないです。山口どうしようか。山口昨日ですね、安倍さんのところで勝たないかって昨日ね、なんか白紙、ね、ご自身は白紙と白紙副任を持たせたように我々は受け止めたんですけど、いや白紙です。まあ立つなら安倍さんとか、なるほど、いいですね、近くで盛り上がりますね。万が一も安倍さん落としたら面白いじゃないですか。この前3万9000対3万ですからね。あと一歩ですから。でもね、加田さん市がいくら出たら川端さん落とせるんですけど、いや、まあ、でも加田さんはとりあえず知事を続けるとか、ね、私は福岡福岡知事落ちるかも。今のところは福祉です。福祉です。